リベッジで。クラウザーやハンクでは S++ フルコンボを取れるのに、レオンでは取るのが難しいと悩んでいる方もいるのではないでしょうか。今回はプレイスキル。エイムに自信がない方でも簡単に S++ フルコンボを取るための方法について解説します。まず基本的な立ち回りのポイントです。1、最初はタイムボーナスの回収に全集中する。バレットボーナスもできる限り回収します。2、ヘッドショットを狙わず、足を狙う。足の方が狙いを定めやすく、エイムに自信がない方にはおすすめです。この2つを頭に入れておきましょう。次に武器ですが、今回スナイパーライフルは使いません。余力のある方は開始時にスナイパーライフルを捨てて、アタッチケースの枠を開けてもらっても構いません。それでは早速実践していきます。はじめ。進行ルートは左後方の細い道から時計回りにスタートします。ここにはタイムボーナスがランダムで配置されますが、今回はありませんね。小窓を見て、タイムボーナスもしくはバレットボーナスがあるか確認します。今回はどちらもないので引き返します。屋根にタイムボーナスがない場合は小屋の中に入ります。強化手榴弾は後半戦で活躍するのでしっかり回収します。この小屋にはショットガンの弾と集中スプレーがあるので、できれば確保しておきたいです。バレットボーナスを回収しますが、扉側のはしごを登るルートの方がタイムロスしなくて良さそうです。窓を破って侵入します。運が悪いと捕まったり殴られたりしますが、ひたすらタイムボーナスの回収を優先します。ここは1階に入っていますが、タイムボーナスがない場合は省略しても良いかもしれません。今回は物資の回収を優先しています。この小屋にはショットガンの弾があるので回収します。この小屋が戦闘の起点になります。裏に抜ける段差はガナードが入ってこれないので、背後を気にせず前側の襲撃だけに集中することができます。タイムボーナスとバレットボーナスを回収しましたので、いよいよ戦闘開始です。小屋の入り口付近に陣取り、ガナードを撃破していきます。安定していませんが、こんな状態でもフルコンボは十分取れます。わら、危なくなってきたら小屋の中に移動し、1体ずつ丁寧に倒していきます。弾切れの心配はありません。足を狙う、メレー、撃ち回収、小屋に戻るが一連のルーティンになります。
出ます。効いています。バイバイ島がいい感じに効いています。
今度は触れやすくなるので注意です。まだ達成できていない方は動画を参考にぜひトライしてみて。